ということで、まず技術解説に入ります。3つ大まかにいきます。PCG、リアルタイム書き換え、アトリビュート制御、メモリ省力化、この3つでお送りいたします。だんだんこうね、イッテQみたいなノリになってきましたけども。はい、まずリアルタイム書き換えでございます。まず、PCG8100 は最大で128個。ね、こんだけしかないです。とっても少ない。こんなに一体何をしろと。どうしてこんな子にしたんですかって言いたいぐらい、なるぐらい少ないんですけど、まあ、キャラ単位で動かすと通常こんなような動きになりますね。赤いところ1キャラ分です。でこうキャラ単位で動くからこの動きがまあ普通ですよね。まあ当然で、PCG を仮に画面全体に敷き詰めてれば全部普通のグラフィックのように扱えて、 MZ という機械ありますけども、そういうのがね、残念ながら PCG の数は8200であっても全然足りないと。さあどうするかといったらもうリアルタイム書き換え、表示必要な部分だけキャラクター並べて、必要な部分だけ書いて、終わったら消してしまって、また違うのを定義し直してというのが非常に単純なアルゴリズムになります。でそのためにですね、エディターを最初に作りました。いきなりプログラム作っても何にもできません。というのもデータがガチャ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 といじくられることになるので、まあ必要なのがマップエディターとアニメーションエディターになります。これ今でも改良し続けていまして、 Z80 作るよりもこっち作る方が時間が長いという形ですね。ここら辺見えるんですかね、あの上に、いろんな絵を置いていくと、そこにあのリアルタイムで PCG パターンが変化していきます。最初の数をここで出して、この PCG 定義分だけ外に出力するというような形になります。で、マップデータそのものはランレングス圧縮で吐き出して、PC8000H の中で、リアルタイム展開をするという形。展開速度はだいたい16ミリセックから20ミリセックぐらいで展開します。で、作ってるうちに気がつきました。これ、ドット単位で動いてますよね。実はこれアニメーション GIF にしたんですが、このパソコンだと動かないんですけど、これ1ドット単位で動いてますよね。でこれ別にプログラムで動かさなくてもこういう絵持ちゃええやんっていう結論になりましたので、こういう絵持ちました。だってパターンバラバラで持つなら結局ずらして持ちは同じじゃないですか。で定義したらもう勝手に1ドット進むんで、ということでプログラムでは1ドットも動かしてません。なのに1ドット単位で動いているというのが実は秘密になります。全然秘密じゃないですけどね。ただどっかでキャラクターがポコッと切り替わりますよね。そのタイミングをさっきのエディターで1ってつけたら1個ずれるというふうなプログラムになってます。なので、プログラムの中では移動処理が全くないです。データを見ながらデータに1があったら1足すって、そんだけのプログラムになってますので早いはずです。 Z8 までは何もやってません。で、データに先に言った通り移動タイミングが追加、エディターがバカみたいに高機能ガン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 高機能ね。ただ苦戦は続いております。まずダブルバッファーを予定しておりますが、ココパーのモニターがですね結構大変なんですね、DMA オフ、 CRT 変更、 DMA オンってやらなきゃ正しく切り替わらないくせに、 DMA オフってやった瞬間にココパー反応しようって黒くなるんです。もう勘弁してくださいと。オンサイクルしかオフにしてないのに消えるんですね。もうここに書いてあるとおりとんでもないレベルでちらつきます。お見せしようかなと思ったんですけどやめました。目が痛くなります。そういうレベルです。 M だと当然問題ないです。おそらくブラウン管でも何も問題ないです。ここバーのバカーと、ね、安くて助かっております。1万4000円でございます。安いですね。これなんかデータロードしてる画面ですけどもね。あれもしかしてとちょっとここで気がついたことがありまして、1個プログラム作ってるうちにバグが出ましてね、こういうふうに1行ずれるバグです。裏技発見。 DMAC 止めずに CRTC 更新するとこうなりますよ。だったらプログラムで1行単位で今管理してるから、一番下だけ上、じゃあ一番上だけ一番下に書いたらこれちゃんと元にずれるんで綺麗に表示できるんじゃねえと思ってですね、実際作りました。プログラム1週間ぐらいかかったんですけど作りました。綺麗にスピードも落とさずに。ところが OK、 わかった。正確に1行ずれてないんですね。だいたい37文字ぐらいから次のところにパカッと切り替わってるので、
1行の途中から違う行のアトリビュートエリアが適用されてくっちゃくちゃになります画面が。使えない、ね、いい案だと思ったんですけど使えない。しかも DMAC の停止の手前で正しい手順で切り替えて、まあコッパーはもう目つぶろうと思ったんですけど切り替えても左下にゴーストが発生するんです。これ必ず出ます。でよく素晴らしいゲームたちいっぱいあるんですけど左下って大抵単色かあるいは同じ色でごまかしてるか塗りつぶしになってるのはそういう理由。綺麗にキャラクターを置いていくと多重で見えます。色が混ざります。使えない。ダブルバッファー諦めてバックバッファーから画面転送やうりゃー30ミリセックかかるんですよ。バカ野郎と。これ転送何やったかというとプッシュです。しかもプッシュを256個並べてそれで30ミリセックです。バカ野郎なんてクソ遅いんだと。まあねこれの石、まあ、なんてものを作ったしょうがないので従来の作り方で実装し始めました。書いたら消す、消したら書く、昔ながらの技法に戻っております。で今は手抜きなので後でお見せしますけど差分で消してなくて全部消して全部書いてるんで少しちらつきますので最終的には同じ方向に進んだ時には自分の後頭部、後頭部じゃない、後ろ側ね、後頭部はいいや別にね同じですけど、はい、後ろの差分だけ消すようにするんでちらつき最小限にはします。で、まあ黒色で消すだけだと脳がないんでせっかくなんでバックバッファーがあるからそこから以前の画面を復元するように戻してみたと。なので例えばセミグラフィックであろうが普通のグラフィックであろうがその上にキャラクターがバーッと乗ってっても元に戻ります。少しちらつきますけどまあこれで妥協しようかなというふうに思ってます。だがまだ問題は続いております。実験の結果 PCG が垂直ブランキング期間で定義できる最大数は14個。残念な14個です。これも最速でやったんですがなんとアウトアイだったかなテーブルに沿ってバーッと送るやつやると書き換わりやがらないんですよ。書き換わらないんですよ。アウトしてから少し時間待たないといけないんですよ。1個命令4サイクルぐらいいるんですよ。なんでということでどうしても普通にゆっくりアウトシー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 しないとダメ。14個ってことは 4×4 で16足りないんですよね。しょうがないんでグラフィックの COQ さんに14文字でお願い、あと2キャラ減らして、っていう声出るかと思ったら喜んでおりましたね。楽しいって書いてきました。やりがいある。変態ですねこの頃の人たちはね。アイコン髪の毛なんですよね。でこういうことで、まあ、2位のキャラでなんちゃってドット単位で画面が表示できるようになったのでとりあえず第一関門突破という形になります。次アトリビュート制御になります。これも大変でした。まだ実は終わってないんですけど大体終わりました。最初はアトリビュートは画面のキャラと1対1で用意する、つまり 80×25 キャラであればアトリビュートも仮想エリアに 80×25 用意しておいてそこにポンポンポンと作ったら最後普通のアトリビュートエリアのコードに戻してガーンと上に戻すということを考えてました。ましたね、ました。ここパーです。またしてもお前か。チラ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 、仕方ないのでリアルタイムにやってみました。もう言う前もなく無謀な挑戦ですよね。遅い。30ミリセックとかも数えたくないぐらい遅い。でもう無理だと普通に諦めました。まあその簡単な説明です、これはアトリビューエリアの非常にサンプルでございます、距離、左からの距離で色、左からの距離色ね、0048だったら左側が赤がスタートして2キャラ目から白色になって、4キャラ目から赤色になってってこう続いていきます。面倒っすよね。アホみたいに面倒くさいんですよこれ。で本来ならこうしておいてくれればよかったです NEC さんがね。40バイトアトリビュートエリアが1行あたり、ね、横80文字だと80バイトあればこれができたんですよ。1キロバイトね、1キロを削るためになんでこんなことするかなとちょっと考えてほしい。これが
この並びがこれになるんです。赤が2個、白が2個目の4、赤が4つで8だから8のってこういう流れ、これなんかに似てませんか。ランレングサー宿ですよねこれ。まあ安いランレングサー宿ですけどね。アトリビュートの書き換えとは、圧縮されたままその数値データを書き換えることに他ならないんですよ。めんどくさいにも程がある。速度的にもこれは無理だ。ただこれ小さく書きました。限定された状況ならできます。どういう状況か、例えば、ファンファン、左側に緑のゴール地点があって真ん中に黄色いエリアがある。あれアトリビュートはあの時点では何の書き換えもしてません。下にこうキャラが動く。例えば赤白赤だったら変化点の座標情報だけ変えればいいから、アトリビュートそのものは動いてません。あ、でも上にプロペラ飛ぶやんか。あの瞬間にこの後説明する、アトリビュートの後ろにゴミをつけると、そのゴミが反映されるっていう技術を使うと勝手に色をつけれるんです。そうするとアトリビュートコードをメイン書き換えずに裏だけ書き換えればいいから、1キャラならできます。でもこのゲームは、なんちゃってゴジラみたいなドモラっていうやつが緑色でなんかいっぱいいるんですよ。無理なんです。ということでこれは無理だわと。限定すればだいたいスピード的には追いつくんです。さっきの24万点いたゲームもアトリビュートはほとんどいじってないです。ですからいけます。だから発想変えました。書き換えると遅いんですよ。書き換えなきゃいいんです。さあ何やったかね。ラーニングス圧縮のメリット何かって言ったら早いことです。ご存知の通りだと思いますが、ならばアトリビュートを回答して色変更してもう一回圧縮してポッと投げりゃいいと思いました。展開はとにかく早いです。問題はちょっと圧縮で、圧縮を早くするためにどうするかということで考えてきたんですけど、まずは普通に作ったんですね。まあ重いけど、まあ許容範囲になったかなっていう感じで、高速のために例えば2個赤色だったら02ってやって、あと何もなかったら50って書いたらおしまいですよね。そしたら4倍で済むから早くなると思ってやってみたら5見るんですよ。なんかなと思ったらですね、まあまあ実験してみた。まずは、アトリビュートは色のペアで構成されています。左側は0です。一番右側が50です。これは分かりますよね。ところがまあまあ普通に余るんですよ。さっき言った通りで、白と赤としかなければ。で、ここに14バイト余ります。ここに余ったデータ、他っとくとこうやって崩れちゃうんです。このゴミが、最後の50の数字のさらに後ろに書かれたものも反映されてしまう仕様になっていました。これ、エミでもそうですし、実機でもそうです。なので、ちゃんと後ろを14バイト余っても14バイト消さないと、ゴミるんです。ここですよね。あと1キロバイト割り当てておけよと。何がケチるんですかね。まあ 64K のうちの 32K ロムで32キロラムしかなくて、スタックエリアがよほどでかいの作ってあって、気持ちは分かりますけど 1K 欲しかった、ね、手間かかるだけですわ。ということで後ろをしょうがないから5000、5000とちゃんと埋め尽くさないといけないということで、5000ですから、0050というのを HL に入れて、プッシュ HL、プッシュ HL、プッシュ HL ってやって、これもループで回さずに、あと15個だったら15個分のところにジャンプして、そのままバーって流しました。早いですね。プッシュ、プッシュ、プッシュ。もう最高ですよね。本当に。めんどくさいわ。ね、ということで、一応できました。後でお見せします。あと最後に、立ちはだかったのがメモリ省力化。32KB の壁ってやつですね。最初は一室張りの重ね合わせを目指しておりました。結局できませんでした。ね、声高々に言いますとできませんでした。速度的にも技術的にも何の問題もございませんでした。できます。まあ、立ちはだかったのはメモリ不足。風の中のスバル。初期設計の段階に気がつくべきでしたね。アンド情報、マスク情報が必要になります。単純に2倍になります。1枚の絵に1枚のマスクデータだから、10枚あったら10個のマスクデータ、ドン。
輪郭は通常のキャラも外にあるんで、ギリギリでキャラが作られているとアンドデータもでかい、2倍じゃ実は済まなかったんです。計算しました。1キャラ8バイトで PCG データができています。4×4 のキャラが、キャラクター4体出そうと、上下左右で8パターン切り替えだというと、簡単に計算すると16キロバイトね、16キロバイトの意味わかりますよね。これにアンドマスクデータドン。はい、あふれた、ね、最初に計算しとけよね、これぐらいね。さらにバックバッファー3キロバイトあります。マップデータどっかに持たなくちゃいけないですよね。タイトルはドーンとかっこよく出したいですね。でさらにサウンドも豪華なのが欲しいですよね。もうさすが、こんなゲームみんな待ってたよ。夢、ね、淡い夢だったってやつね。もうこの歌わかる人は年寄りです。はい、で現実に戻りましょう。まず重ね合わせは諦めました。さすがにどうにもならんです。ということでアンドデータをズバッと切ると半分、 16KB スタートに戻ります。ただ、VRAM にバックバッファーはいるので、これで 6KB、 22KB、 でもね、まだ攻撃モーションね入れてないです。ダメージもないです。演出パターンもないです。追加しましょう。立ち止まりパターン、ダメージパターン、攻撃パターン、あ違った、パワーアップパターンね。最低でもこんだけは欲しいんですよ。で上下左右もいります。さあ追加していきます。8バイトに 4×4 キャラで、10パターンがあって、8回切り替えで10キロバイト、さっき22キロ使ってましたよね。出ました、32キロバイトです。パンパカパーン、禁断のワード出ました。さあどうするかということで大検討会の始まり、ここからが、地獄の道のりでございました。どうしたかと、簡単です。まずは8パターン切り替え、6パターン切り替えになりました。ああ、この滑らかな動きがあって、まあでも贅沢は贅沢なんですよ、これでも。まあ6パターンにしたおかげで1個メリットがございまして、移動速度が速くなった。素晴らしい、ね。高速化も兼ねてます、ね。苦渋の決断と言いながら、プログラマー的にはニッコニコ。ね、次に、しょうがないんで、反転機能をつけることにしました。これ左側全部左の向いてるキャラだと思うんですけども、このフラグ1個ポンと立てると実機の方ではこうやって反転するようにしましたので、エディターにも反転スイッチをつけて実機の方でも反転の機能をつけるようにしました。あと PCG の同時定時、同時の定期回数限界数が16キャラ使えなくなったので、そういえば14キャラになったよねということで、14キャラこれでどうだと、細かく今度は真面目に計算してみました。その結果カツル、たった 8K になるんですよ。面白いですよね。さっきまで 32K とかでギャーギャーギャーが言ってたのが嘘みたいです。まあでも反転テーブルとかあったりする、あれはバックバッファーも入れてないんで 3K とかある、で実際には 10K ちょいかかりますが、それでも半減以上の効果が出始めましたので、この結果なんとヒーローの登場シーンピシューって出てきますよ、予定でね。最後ステージクリアの時もジョバ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 、ね、というふうに飛んでいきます、はい、というのを入れれる可能性が出てきたということで、結局小メモリの実現には積み重ねしかないということで、積算とこうやってデータの小メモリは進めております。今でもまだ小メモリを頑張って進めていって、今やろうとしているのがマップのデータの縮小化、今マップデータ1個あたりにやっぱり数キロバイトかかってるんですが、1キロに縮めようというふうに思っています。ということでご清聴ありがとうございました。ただもう一個だけ最後に、やっぱり本物をお見せしないといけないですよね。本物一応ご用意しております。どこだよ、こういしょ。ちょっとお見苦しい点がございますので、まあできたばっかですから、よよよよポン。
剣、剣、ボン、向こう。